ある日出撃の前にですね、大西長官がね、その私と私と一緒に見えてですね、で時たまその関西機の空襲があってボンボンボン流れ弾がそばへ来ると、で我々はその大西長官を囲むようにしてですね、長官危ないから防空壕へ入ってください、防空壕といってもロマン銃のような小さな防空壕ですね。その時に長官曰く、長官より君たちの方が大事な体だから君たちさっき入りなさいと、と言って我々をそのロマン銃のような防空壕の中に入れてから、長官はその上を見て艦載機のね攻撃方法をじっと見ておられたと。あ、この人は立派な肝っ玉の太い人だなと。と同時に、私長官より私たちの体の方がこの戦争に対しては大事であるというようなことを言われて、その自分は矢面に立つというようなことをされた。じゃあこの長官のためなら我々は喜んで命を捧げてもいいだ というような気持ちになったですよ。もうほとんど陸軍でももうパイロットは全部がこの特攻作戦には大反対でした。で最後まで大反対したんですが、結局ね上層部の連中がいやとこやらなきゃダメだ、それで結局もう強制的な命令で特攻やれと。だからね、体当たりしなきゃもう帰ってこれない、帰ってこないっていうか、もうそこで死なないといけないという状況にしてしまいましてね。ただ一人おりましたよ、例の佐々木伍長、はいはい、私の部下だったね、バンダ隊という特攻隊の、これはね絶対体当たりしなかったんです。3回攻撃行って最後3回とも爆弾落として帰りましてね、それでもう出撃する、次に出撃する前にはもう必ず参謀が寄ってたがって、おい佐々木、今度は体当たりして見事に戦してこいよってみんな集まって言ってるわけですよ。だからバカなこと言ってやがると。で結構ね戦果上げてますから、そんなこと黙ってりゃいいんですよね。まあそういうこともありましてね、特攻作戦にまつわるもういろんな嫌なことは随分ありました。しかしね、若いそういうパイロット連中のほとんど全員はね、まあよくやってくれましたね。結局ね、終局的にはみんなほとんどが突っ込んでいきましてね、卑怯な振る舞いをしたなんていうのはほとんどおりません。その少年飛行兵は死に急ぐと、だから死ぬなと言われたし、で、まあ差別って叱られるかもしれないけれども、歩兵は一千五輪で来ると、貴様たちは1万5000円かかってんだ、そのことを忘れるな、死ぬなと、そういうふうに教育されたですね。もともと日本人というのは死に対する美化といいますか、死に対する恐怖心をなくするような伝統があるわけですよね。だから特攻になってもですね、するのが当たり前だというような気持ちになってですね、だからそれほどショックを受けてないわけですよ。だから私も3回出撃命令もらって3回とも中止になったあれですけどですね、だからただ気持ちではあまり動揺してないつもりなんだけども、出撃前になるとですね、一番最後の食事の時には食事が取れないんです。だーっともう何百隻軍がねおるわけですからね、それを突っ込んでいくとね、もうそれはもう雨あられる弾がね必ず無傷いことはまずないんです。ただ致命傷のところに当たっとるか当たってないだけのことで、ね、普通だったら突っ込んでいけんですよ。でその時の気持ちいうのはやっぱり言ったもんでないとわからんわけです。要は我々は軍人ですよね。まして15歳で志願したわけです、ね、その頼まれたわけでも親が行けてきたわけね、さっきの皆さんの言葉のように親にも黙っていっちゃう、それに今正義感っていうんですか燃えて、それで職業軍人ですから戦争が始まって志願したとか終わったら帰るんだという予備とは違います。一生それで過ごすんだ、まあ特攻で死ぬだということが前提、まだその頃はなかったですよね。ただ大空に憧れたということで入ったわけです。ただ我々の死生観ってよく私もほぼで聞かれるんです。特攻行った時の心境はどうですかと、で私も何も言うことないんですね。ただ私軍人としての使命じゃないと、それを我々は責任感があっただけだと、それで私で多くは語りませんでした。でもこういう機会を
来てまして、まあ、皆さんの戦友が集まっていただきまして、私のやっぱりみんなに使えなくちゃいけないのかな。でやっぱり今までの映画見てますと、なんかしまいには平和というものがあって、もちろんそうですけども、ね、先ほど言われたように、なんかかわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくるわけ。兄弟でもそうです、かわいそうだったとか。私たちよく若い者を集めて言うんですが、かわいそうだとか神様だとかって言ってくれるんだと、命令に対する暴毒だと、あの時は我々は進んでやったんだと。で軍人としての使命、それはやっぱり国家に尽くすという、ね、親兄弟のために死ぬ、それはどこの国でも同じだと思います。